はいどうもこんにちは、ピアスのゆうとのんです。今回はデスノートコラボの矢神ライトと L を使って遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。キャラクターがこれライトがね、あれなんですよね、弁護士なんよね。で、ゆうが弁護士使っとって、はいはいはい、私が囚人の L をね、使っていきます。まあそうで、もう本当にぴったりそのまんまって感じよね。いや、めちゃくちゃね、姿勢とか、なんていうかな、アニメをすごい忠実に再現されとるなって感じがする。まあそうね、二人ともね、まあ、警察側の人間なんですけど、まあそういうことも踏まえて、あれかな、弁護士とか囚人したのかな。あー、そういうこと、自芸者に離れの割れてる。囚人ではないけどね、エルはね、めちゃめちゃ正義の探偵だからね。まあでも、めちゃくちゃ合ってるよね。まあ似合ってるよね、カエル君をして頭良くて弁護士を使うって考えたら。待って、これでも恐怖じゃない、危ない。ナイス、いいんじゃないですか。エルはめちゃくちゃかっこよく、スポーツもできるけんね、って。いや、そうだよね、意外とさ、なんか結構頭もいいけど、前兆とかでは結構苦手なんだけど、エルが走ってる姿は想像できないみたいな。あるんだけど、エル実はね、その作中でもね、テニスのライトと勝負するんですよ。そうっていうぐらい、実はスポーツも万能で、頭もいい、パーフェクト人間なんよね、エルは。そうやけん、チェイスもかっこよく決めないかんないけど、怪しいね。怪しい、いやでもね、もう俺回っちゃいますよ、暗号機。あと2割ぐらい。あと、裸足なのもやっぱいいよね。ナイス、そうだよ、あ、裸足なの。裸足ちゃんと、あ、そうなんだ。裸足で走って、携帯品も足ズタズタになるよ、それ手錠ちゃんとつけてきた。うん、つけてきた。俺もね、あのライトのペンかなっていうやつがあったんで、それをつけてきました。やばい、ちょっとミスった、これビリビリのタイミングミスったなあ。でもね、全然こっちがわかるわ。電車乗れそうやったのに。さあ、ライトが覚醒するのこっからよ。弁護士は1台分暗号機上げると解読スピードが 20% も上がってしまうので、もう実質ロボットのパペットと一緒の解読スピードになれる。間違いない、覚醒するっていう言い方面白いわ。なんか今回あれだね、他のなんかキャラクターがあれ占い師早くなんで恐怖。オッケーオッケー、まあその間に救助したわ。今回の人はあれがないのがね、ちょっと残念なね、覚醒みたいな感じで。弾丸論破のやつはその通電したら覚醒するとかあったね。ペルソナも課金すればするほど良かったみたいな感じだったけど、いや半端戻ってくるよな。いたね、こっち芸者強、帰ってくるの早いな。早いの意地の顔すわ。はい、危ない、危ない。えけど場所移動できんよ、どこ行ったらいいんですこれ。いやもう頑張ってください、一発食らって、その頑張ってチェイス伸ばして。もう2階建ての離れの方を回しに行こうかな。オッケーオッケー、そこ多分なんかやりますね。送電されてるし、死ぬ。ちょっとそっち壁してくれ。あー、まあいいわ、そうだね、そうしよう。ビリビリを溜めたい、ちょっと。そうだね、溜めれる、無理じゃね。1階壁するわ。あ、オッケーオッケー、向こうに行ったら溜めれるわ、ち。うん、オッケー。俺をい、あ、なんか俺を追ってる。あ、嘘、嘘、ライトやったらどっち派、どっちがタイプ。うちはガチャでも言ったんやけど、うん、L の方がちょっと好きかなっていうのはある。まあビジュアルとかだったら本当にその天才肌も考えたら L だけど、そう、ビジュアルはもう、いやでも L 好きだな、うん、L かな、俺も L かな。でもね、ライトもいいよな。 L の可愛かったのが、そのアニメの中であったことなんやけど、ミサミサに対して、好きになっちゃいますよみたいなところあったの。あ、言ってた言ってた。あれ可愛くなかった。確かに恋愛系の要素ゼロやと思っとったのに。そうなんかちゃんとね、一瞬キュンとするようなセリフとかも言ってたっけ。そうエルのこと頼る人間だってミサミサが分かった時に、そうエルいいとこあるじゃんみたいなの言ったら、エルがそんなこと言われたら好きになりますよみたいな言うよね。そうあ、そういうことも言うキャラなんだっていうね、うん、思うよね。そう意外と可愛いっていう、可愛いとこ多いよね、やばいけど。これはごめん、シナも、いやナイス、十分こっち側上げ切って普通に傭兵救助行ってもらうとかで上げ切るんじゃないかな。あ、まあ普通に救助行ってもらってでしようか。まあ焦らず行けば勝てるかな。いやでもね、やっぱ人間性とかその設定の面で考えたら、やっぱ L 好きな人の方が多いんじゃないかな、割合的に。まあどうなんかな、やっぱ悪役ってどうしてもうん使えるのって結構難しかったりもするよね。まあそうね、極端に分かれそうな気がする。確かに、もう寸止めできたよ。オッケー、じゃあうちは、ああ、あんな奥くん、でもライトの場合はなんか正義の部分も出てくるけん。いやそうなんや、ライトの悪も正義感、正義がゆえの悪だからな。あ、そこどっちも正義なんやな。そこもあるね。そう、お互いの正義を主張し合うような戦い。空中からやられちゃった。でもさ、ノートでさ、いやー来てる、簡単に人が殺せちゃうっていうのが手に入ったらさ、どうする。あ、実際に自分がデスノート拾っちゃったらってこと。そう、殺してる感覚絶対ないと思うよ、ノートに文字を書くっていうだけ。包丁で刺すとかじゃないけん、でも、もう速やかにうちは、自分の手元から捨てたい。だってうち別にそんな人と会ってない、人の名前も知らんもん別に。相手の名前知らんけん。まあでも捨ててさ、逆にその他の人に手に回っちゃうっていうのも怖くない。あ、まあ自分が殺される可能性もあるからね。そう殺したい相手なんかおらんし、もちろんやけど、いらん、怖い。そもそも多分落ちるのと拾わないな。え、でも死神が見えるっていう点においてはちょっと、
見てみたいな。いや、やだな、なんか取り憑かれてさ、なんか見られてるんでしょ、風呂とかもさ、トイレとかもさ、入ってくるんでしょ、嫌じゃない。確かにそう、うん、やだわ、自分のプライベートがなくなりそうで嫌だわ。OK、こっち側いた。さあ、これこっち側来れるかな。まあまあ、こんな感じでもう一戦遊んでいこうかなと思います。さあ、2戦目遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。今回はペットに、ジュラスをつけてきました。はい、さっきはレムをつけてたんですけど、あ、バルクだ。一応買ったんやけどね。あ、バルクがね、小屋下から小屋行ってるよ。オッケーオッケー、うちは正面回してる。うん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 。いや、こっち側強ポジ回ってくるかな。いや、傭兵かな。傭兵が多分目視されて追うかなんかするかもしんない。ふんふんふん。さあ、このデスノートではないけど、デスノートの力をね、使って居場所を見ながら移動しますか。あ、確かに、ほんとやん。そう、これさ、広げるノートもね、ちゃんとデスノートになってんだよね。あ、黒いん。そう、黒い、ちゃんと黒い。え、かっこいい。そう、ただちょっとこれ見すぎるとすぐなくなっちゃうからあれだけど。うち追われてる今。あ、ほんと。じゃあこれもう一回戻るか。やばい、めっちゃ俺コンソール抜くタリーが始まってるわ。頑張って、チェイス。姿勢が好きだわ、エルの。エルの姿勢。あ、でもさ、ユイさ、あの、巨漢に置けるソファ買ったやん。もらったやん、ガチャ回して。あー、はい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 、はい。エルの座り方って、あの、椅子に膝を立てて座るんよね。うんうんうん。あの、三角座りね。そう、するんかなと思ったら、あ、ね、全然しませんでした。ただ単に座るだけっていう。そう、ガチャを結構回した人がもらえるあの、やつ。エル、うん、が座っている椅子みたいな、あの、家具がもらえるんですけど、うんうん、それ、やってみたけど、結局普通の座り方をみんなしました。エルもリュークもライトもハンターサバイバー。リュークめっちゃでかいよね。リュークマジででかい。クソでかかった。びっくりした。普通にプレイしてる時もね、めちゃめちゃでかいもん、あいつ。圧がすごい。そう。でもね、なんかね、そのルキノってもともと肩幅がめっちゃ広いんだけど、うん、その肩幅がね、多分リュークの方が細いから見やすいなと思った。あ、じゃあ強いっちゃ強いんや。いや、強いと思う。全然翼消してやれば、多分リューク多分ルキノの中で一番強い人だと思う。ヘーサールンか。見た目的にも。でもね、全然上がるよ。もう向こう側上げるし、残り6割ぐらい上がりきると思う。ここ無理か。あ、無理か。ガンガンチェイス型のバルクだね、今回。うん。囚人使ってさ、楽しいんやけど、うん、チェイスするってなったらちょっと強気でチェイスもできるし、うん、むずいわ。ワープがないと困る、うちは。わー、大使やん、それ。ワープがないとちょっとね。お、お、大使できるか、それ。もうすぐいける、うん、もうすぐいける。早いね、これコンソール抜けるの。はい、すんど。あー、クリスタル。あ、危ない危ない。これ守られるからもう。あ、もうつけるわ、つけるつけるつける。いいいいいい。できればゲートのコンソール抜いたりとか、その辺の準備整えてから通電がしたかったけど、うちのこと追うふりしてたら終わんなると思う。ハ、まあ、ンター引き止めて持ってないやって。瞬間だと思うよ。瞬間、オッケー。こっち側正面の方めちゃめちゃ見られてる。オッケーオッケー。うちはこれ院内抜くけど、あー、抜かれてるわ全部。いや、ほんと。まあ院内はもう抜かなくていいよ。うん、こっち、まあ、あー、飛んできた。正面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 のコンソール半分ぐらいにいた。ちょっと離れてくれた。うち開けるわ、そこ正面。よしよしよし、オッケーオッケー。いやー、どうしよう。まあでも引き止めるないからもう少しは持つかな。うん、危なっ。あー、ナイス袋。そう、袋残ってたっけ。あ、そっかそっか。じゃあ余裕かな。こっちが正面が、あ、追ってくる、まだ追ってくる。7割。え、じゃあまた4逃げを。4逃げ目指したいね、これ。目指して。いやー、目指したいけど、まあいけるか。もうあと3割。どっち、どっちどっち。正面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 。あ、全然いける全然いける。もう開いた。もう瞬間だもんね、これ。鬼没がないから絶対大丈夫だし、恐怖の地域食らったとしても弁護士なら、うん、正面も食らわずに逃げれる。コンソール抜いとく。余裕の乗り越えして、で、抜いて、もう一回抜いて、ここにね、全然間に合った。 OKOKOK、OK OK OK、強い弁護士、恐怖考えなくていいもんな。 OK、 出れる。危な。まあ、ということで今回はコラボ衣装2つ使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。